ございます。あの今日は How are you? Good. Good, mate. 今日はコメントにも来てたんで、あのリゼムのウォーミングアップルーティーンを、まあ、僕らもね今年29と、まあ、争わなんで大事です。一番大事なんでちょっとそれを公開していこうかなと思います。はい、でまあ今ちょっと高雪遅刻してるんで先にウォーミングアップやっていきます。俺もやることマジ決まってて、プレパレーションエクササイズ行ったぐらいなんだけど、動く前は絶対に、はい、基本的にまずワールドグレイジングストレッチ、はいはい、世界で一番偉大なストレッチね、はい、この腸腰筋しっかり目張って伸ばして血圧力入れて1、2、3で次でも全部伸ばして1、2、3で最後もう裏。なるほど、これめっちゃバチバチにくるから、これ今のはセット、もう3はやる方、これはまず確かにこれでも毎回やってるな。これね、いろんなとこ伸びるよ。胸も伸びるし、背骨のこの動きも作れるし、腸腰筋でもも裏。次もうシンプルな相手、これはマジでやった方がいい。で、こうしっかりもも割とか力入れたらしっかりここ伸びるから。次、まあこれもこれはかかとを地面に押し付けてつま先上げる感じやったら伸びるわ、バリ伸びる。これは俺硬いから、足が硬すぎない。確かに普通の人はこれぐらいの角度だけど、俺は足首が硬いからこの角度だよ。確かに最後押し、これやってたでしょ。はいはい、こうね、つま先と骨盤同じ、じゃあもうケツバチバチ伸びるから、ね、あー伸びる伸びる。これもつま先と骨盤のこう位置をこうして下げることができる、ここめっちゃ伸びるから、なるほど。でこれも3秒3秒で、これバランスもつけれるから、体幹も強くなるっていうか、はい、じゃあこれは最初にこれをやります。あー大事ですね、これ最近なぜやるかっていうと、これをすることによってあのパー巻きでニアを強いの蹴れるようになる。なるほど。これはまあこれもマジで絶対やった方がいいのが1個あって、これっす。これはこれ多分みんなやってないです全部、これ内側もね。これなぜやった方がいいかというと、日によってやっぱ股関節の可動域って違うんだって。それによってやっぱタッチの誤差とかキックの距離とかが変わる。誤差です。TikTok ですか？ TikTok 見てないです。彼は疎いんです。俺はもうずっと昔からやってます。はい。俺は以上です。で、あとリズムのルーティンとして、赤い毛遅えな。ナイス。おっそ、遅えよ、バカ近くやん。すいません、シンプルにネボでございます。今ちなみにモーニングアップルーティーン公開してたけど、お前モーニングアップない。モーニングアップルーティーン、モーニングアップルーティーンですか。ウォーミングアップルーティーン、ウォーミングアップルーティーンを一つだ、ないです。はい、じゃあリフティングゲームやります。じゃあいつもやってる、まあリフティングはお前もやるじゃん、3人でやるという。お前は終わってーよ、こいつ今これ2やと思ってたやろ。違う、常にお前さっきから2の時から遅かった。俺は気を落としてた。君、君、君、このすごい最初なのに勝ちました。そっちだよ。キロメントカードの退場です。君勝ちです。退場です。君勝ちです。AK 追放です。今のアップから AK 追放です。ノーアップしてるよ。てな感じでね、やってるんですけど。なるほど。あ、公開してたのね。マジで最近、あれだな、でも。来るのあれだな、遅いな。何してんの朝、逆に。何してる？シャワーとか浴びるの？髪に濡らして、セットして、顔洗って、ひげ剃って、歯磨いてって感じ。お前さ、結構あれだな、ひげ剃る時間なくせばだいぶ変わるっしょ。あと脱毛しろ、ひげちょっと生えて、いや、ジョリってるジョリってる。だから、剃ってもジョリってるやん。もったいないで、生えてくるんですよ。絶対脱毛やってる。時間無駄なとこある。だって俺、今脱毛して3日間剃ってない状態でこれだから。だってるよ、ひげ。だから毎朝やってるってことでしょ。遅れてるとこ見直すの1回。じゃあそこ、じゃあお前もうね、
リズムチャンネルのためにもそういうことなくさんといけん、はい、ということでもう脱毛いきます。はい、じゃあもう飛びますよ。はい、飛びましょう。飛べばすぐ行けるから。どうぞ3、2、1。すいません、ちょっとこっち寝座したんで整形外科だけお願いします。寝座大丈夫ですか？整形外科の方に。ちょっと時空がね、すごかったから。3回やってるから、ね、そうなんです。はい、ということで、はい、メンズクリアさんの方に、はい、来ているんで、はい、もう早速お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速じゃあ、はい、行きましょう。お願いします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 。カミソリとか、まあ、シェーバーってやっぱりちょっと肌にちょっとやっぱ影響とかあります？そうですね、カミソリすることによってお肌ダメージを与えてしまって、髪の毛が気になったりとか、まあ、お肌が荒れちゃったりとかします。でピンセットとかで抜いたりすることもするんですけど、はい、そうすると生まれ毛の原因とかになってしまうので、まあ、脱毛することによって髪の毛が気になって不要が感じられます。知らないです。で、まあ、毎朝ヒゲ剃りしたら生涯で2500時間。2500時間。いや、もう生涯それがかかるんやったら2500時間。でお金もかかりますよね、その分。なんかシェービング、ね、絶対脱毛したら買えない話な。2500時間無駄にしない。何年練習できる2500時間。いや、2500時間も練習せんやろ。よく気づいてよかった、マジで。フレディーマークになる前にやっていなかったの。やってねえよ。フレディーマークになる前に。はい、お願いします。よろしくお願いします。ちゃうやろ。待って、全然、待って、ガチで痛くないんだけど。ありがとうございます。で、肩入れてください。全く痛くないです。医療脱毛だと、針で刺されるぐらいの痛みっていうのがあるんですけど、はいはい、メンズクリアは射出口がマイナス4度まで急速冷却されるので、痛みを緩和することができます。っていうか、ほんまに痛くないんだけど。でも全然痛くない。ありがとうございます。すごい。街中で、はい、メンズクリアめっちゃ見えるんですけど、はいはい、店舗ってちなみにどれぐらいあるんですか？そうですね、店舗数は今現在110店舗に釣り上げます。どこでも行けちゃうじゃん。どうりで、どうりで見るわけだから。110店舗にお姉さんのような綺麗な方がいらっしゃるって認識で、はい、その認識は間違ってない。間違いないですね。これってなんか、はい、自分のしたいヒゲの形とかもできるんですか？全部脱毛じゃなくて。そうですね、デザインヒゲで顎だけ残すとか、鼻つくだけ残すっていう感じでデザインされてるかと思います。じゃあ、真ん中だけ残してもらっていいですか？まあ、カオちゃんです。お疲れ様です。え、もうだったんですか？はい。はっいや。施術自体大体10分から15分くらい。はいや。確かに。来てくださることもいっぱい。ランチがてら行けますか？マジ？買いました。買いましょう。お湯で買うの。こっち見るな。よう分かるな。ありがとうございます。いいですか、もう。はい。ありがとうございます。すぐ終わったね。どうですか？ちょっとまだ見てないんで分からないですけど。ツルツルなってるよ。マジですか？すごいすごい。ね、なってるなってる。見て。マジですか？本当に？え、めっちゃ綺麗。もうスケートリンクぐらいつるつる。やばいよ、みんなバーバーしたのか。どうですか？清潔感増していい感じです。これはもうめっちゃいい感じっすよね。はい。いや、逃げない方がいいっすよ。ちょっとこれ、これがあったらモテますよね、もちろん。モテると思います。マジっすか？うん、絶対やっとこいや、みんなモテるために。梅ちゃんも、あの、ここ
校通っててすごい効果ある。あ、梅ちゃん知ってる。知ってたね。今あれっすね、サッカー選手とかもめっちゃ多いっすよね。そうですね、変えてくださいな。あ、じゃあお会計お願いします。はい、はい、どうぞ。980円。はい。じゃあ支払いお願いします。じゃあ俺払ったけど、マジでガチさすがに安いで。俺が言ったし、俺が脱毛しようって言ったし、先は払い。これどうした。怖い。これ9円9円。ああ、そうそうそう。お世話になって、待てよ。ありがとうございました。すいません。じゃあ次に。はい、あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今回、メンズクリアさんに案件もらいまして、はい、なんとリゼメカル視聴者さんにプレゼントあります。やった。概要欄にある、公式サイトから無料カウンセリング予約をすると、はい、今だけヒゲ周りを含む全6カ所の脱毛が、はい、なんと、あ、これ25,200円分あります。あー、これね。が、トライアルの 96% オフで980円でできます。うわー、誰が違う。やっすぎる、ね、もう、メンズクリアさんの経営心配するわ。お前、大丈夫そう。全身脱毛とか、VIO も980円で。ええ。顔と一緒なんだよ。もう別だけど、うん、でも980円でできちゃいます。もうエグいんですよ。それはやばい。いや、メンズ心配です。やりすぎです、ほんとに。この激安キャンペーン、はい、やっぱり先着があるんですよ。各店舗30人までなんですよ。安心した。はい、30名まで、はい、各店舗だから、もう早い者勝ちですね。30名すぐ埋まるよ。はい、マジ早く行かないと。しかも全額は保証付きです。あ、返金の。はい、えだ、もうダメだってなったら、あ、不満足いかんかったな。いやすごいね。えぐいね。それぐらい自信持ってやってますから、メンズクリアさんは。なるほど、マジでよかった。はい、ていうか効果あるし、早いしで、ね、安いし、もうさっきもお仕事中のね、うん、間に来られる方もいるっていうぐらい、いやもう反射して俺の顔が見えるぐらいつりくなったもん。いや、かわいいちゃうねん。マジでそれ、いや、それぐらいでそれぐらい綺麗になったマジで、うんうん、これでもマジで30名はもうマジで急いだもん。いや、もう取ったのがちですよ、ね、うん、110点もあるんで。ああ、ね、はい、だからもう近いところにだからね、皆さんが近いところにありますので、だから各都道府県で、うん、多分調べてみればあると思うんで、はい、言ってもらったので、はい、それも詳細の方はもう概要欄の方に貼っておきますので、皆さんぜひ、はい、チェックしてお願いします。行ってみてください。よかったよ、俺も。じゃあ俺行きます。もう帰ってますから俺は。はい、あ、俺だけ2億円でした。2億円ですよ。はい、早いに乗り頑張ります。はい、ありがとうございました。